おお。いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所タンサックです。今回はホンダ NSX52 号を組み立てます。こちらは探索団のアラワングマさんが送ってくれました。ありがとうございます。この動画は大人向けの模型作りです。14歳以上を対象に設計されています。おもちゃではありませんのでご注意ください。これまでの NSX の組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。そしてタンサックはレアゴスティーニさんやアシェットさんのアートワークものを中心に作っています。チャンネル登録、いいね、評価、いつもありがとうございます。それでは早速作っていきます。頑張っていきます。今回はエンジンカバーリアを組み立てるということで、エンジンカバーを組み立てます。リア側ので、51号で組み立てたエンジンカバーにリア側のカバーを加えよう。エンジンカバーっていうぐらいだから、今まで作ってきたあのゴッテゴテのかっこいいエンジンのカバーかなと思います。めっちゃ寂しい。1個ネジとかも何もないです。はい、こちらはですね、カーボンの柄になっております。カーボン柄で、ここは編み編みになっています。メッシュですね。メッシュがもうすでについています。指紋がね、すぐついちゃうね。で、ここには何か書いてありますね。あ、ピントがあった。シャープ0193。なんかもっとちっちゃくね、いろいろ書いてありますけど見えません。カメラの性能かな。はい、こうやって遠くから見るとベジータの服っぽい。はい、そしたらじゃん、ここにつけます。まずはここの穴とこの穴につけるっぽくて、これを起こします。アンテナを起こす。で、これはね、脱着式なので接着剤は使いません。で、下からいきます。着式、うわ怖い。これを広がるんだけど。あ、入った。入った。で、上を、あ、違った。こうか。お、ん？ここだね。ちょっと待ってよ。ここは入りました。あとここ、おお、開いた。はい。一
た。めっちゃ刺さったんだけど、こことここはちょっと入れにくかって、まあでも入りました。はい。なんか飛んでた。バリみたいなやつが飛んで入りました。こことここはすんなり入って、脱着式で完成後も取り外したり組み合わせたりすることができるそうです。じゃーん、今回はこれで完成です。めっちゃ簡単。衝撃でこれが開いたわ。はい。ということで、52号めちゃめちゃ簡単でした。指に刺さりましたね。でも皆さんお気をつけを。はい、それではリアのエンジンのところにこちらをかぶせてみます。こう、こうかな。合ってるよね、場所。しゃっくりが止まらない。これをこうして、なんかはめる場所、ここか。こういう感じかな。はい、なるほど、かっこいい、でっかくなった。で、これを開けると、結構バシンって入れちゃったけど、どうやって開けるんだろう。ここにちょっと隙間があるけん、違うかな。どうやって開けるんだろう。え、無理やり？あ、あ、お、こうか。おお、頑張って作った。しゃっくりが。頑張って作ったこのエンジン部分がこれぐらい見えるって感じですね。おっと、怖い。ちょっと動かせないか。おお。で、ここに、ここは何だっけ、オイル交換とか、なんか補給したり、これを開けてするんですかね。はい。実車もこれをこうやって開けるんかな。このなんか、まあ、カーボンで軽いかもしれんけど、わざわざこういう仕様なんでしょうか。それともこれ本当はこういう感じなんでしょうか。これごとこうやるんかね。どうでしょうか。あ、ここメッシュになってて透けて中が見えるのかっこいいね。まああんま見えないけど。はい、せっかく頑張った部分はこのエンジンカバーで隠れちゃいます。そしてはめにくいです。お、わ、お、ん、どうやって力を入れたらいいんだろう。下はめて、下はめて上をカチッカチッとする感じですかね。なんかいまいち浮いちゃうな。浮いてる。はい、じゃあ今回はこれで完成です。ちょっといまいちしっくりこないんですけど、カチッ
なんとかなるんでしょうか。こういうものでしょうか。はい、ということで、この上のところはね、ちょっと収まりが悪いのと、最初はめるとき指に刺さるので気をつけましょう。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございました。次回の53号はじゃん、リアバンパーを組み立てるということで、こんな形してるのでこう長いということは、こんぐらいの大きさの後ろが来る、この辺に来るかなと思います。多分、お楽しみに。はい、最後まで見ていただきまして、さっき言ったね、 NSX の組み立て動画は再生リストからご覧になれますので、よろしくお願いします。そしてタンサックはしょっちゅう模型作りの生配信もしています。ぜひチャンネル登録をして遊びに来てくれると嬉しいです。かっこいいね。もうこのシールはいいか。ちょっと黒い毛、ほこりとかも見えるね。掃除しよう。こうして、それではまた次の動画でお会いしましょう。タンサックでした。だんだん、また見てね。タンサックの動画をご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではデアゴスティーニさんの週刊シリーズやガンプラなど模型作りを紹介しています。また、週に2回 YouTube ライブも配信していますので、遊びに来てください。よかったら励みになりますので、チャンネルの登録よろしくお願いします。そして、チャンネルの登録がお済みのあなたは、高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。